これまで紙で発行されていた接種証明書についてスマートフォンで申請し交付を受けられる新型コロナワクチン接種証明書を12月20日にリリースしました。マイナンバーカードがあれば自治体窓口へ行くことなく接種証明書が数分で入手いただけるようになりました。今から実際にこのアプリで国内用の接種証明書を入手してみたいと思います。マイナンバーカードをスマートフォンにかざして読み取ります。読み取った内容が表示されました。内容に間違いがなければ次へ進みます。接種記録が表示されました。内容に間違いがないか確認してから発行を行います。表示された接種記録を二次元コードなどのデータに変換しています。これで接種証明書が発行されました。終了するをタップします。これで接種証明書が入手できました。パスポートがあれば海外用も同様に入手できます。これまでは自治体の窓口で申請をして発行されていたものがこれだけで入手可能です。皆様にもぜひこのアプリをご利用いただきデジタル社会のメリットを実感いただければと思います。